もう全部今回も新作面白いんで、じゃあまず竹田塾について、こういう句を読んでいただきました。フランチャイズ川柳2021。はい、これはね、もう1ヶ月前ぐらいですかね、サラリーマン川柳っていうのが、まあ、毎年恒例で、フランチャイズ川柳っていうのもあるかなと思ったら、藤原先生がやられてて紹介したらですね、まあ、大変ね、面白いやつが多かったんで、はい、まあ、竹田塾についても一句読んでいただいていて、まあ、それで紹介したらですね、まあ、丁寧にブログの方でですね、まあ、紹介ありがとうございましたと。ね、フランチャイズ川柳を取り上げていただき深く御礼申し上げますがね、もう丁寧ですよね、本当ね、藤原先生は。まあね、我々の懐の深さというのもね、改めて敬意を表します。そんなことないです、そんなね、まあ非常にこの懐の深さを褒めていただけるのはですね、まあ嬉しいです、まあ、ここがやっぱりないとね、やっぱダメなんですよね、こちらの言いたいことだけ言ってるっていうんじゃなくて、心から藤原先生からいろいろ言っていただくのは、これはいいことだと思うんですね、フランチャイズ危ないよということを言っていただくのは。そうですよね、だからもちろん僕たちも闇の部分も紹介していきたいけども、基本的にフランチャイズはいいものだと思ってる僕たちと、対して藤原先生は危なくて危険なものだと思ってる闇側からの発信ということで合ってるんですかね。合ってますね。これ両方から見るからここの本物が見えるということでね、フランチャイズで成功する人は我々の方から行くかもしれないけれども、でもそれでももう盲目じゃダメなんだよね、こっち側もやっぱ知っておかなきゃいけない。逆側から見たらこう見えるっていう、そういうふうに見ることは非常に大事でね、今回もね、だからこの2021で、はい、ちゃんとまた竹田塾についてね、読んでいただいてて、じゃあそこからいきますか。そう、ね、じゃあまずもう全部今回も新作面白いんで、なんか藤原先生のブログの全文読み上げるのもあれかな、先生のブログのアクセスを削ぐのかな、はい、全部良かったんで、ぜひ皆さんこのブログね行っていただきたいですね。じゃあまず竹田塾について、こういう句を読んでいただきました。フラちゃんで竹田の塾に恋焦がれ。これもね、実にいいところを捉えられてますよね。いや深いね。皆さんそういう状態なんですよ、今竹田塾をやりたいと思ってる方、恋焦がれてるんですね。これはそういう状態なんだっていうことを自覚すること大事ですよね、ほんとね、うまいよね、恋は盲目ってこともありますし、それは一方的に恋されてもこちらがどう思うかは分かりませんし、その辺をよく表現されてますよ、そりゃフランチャイズチャンネル見てたらね、竹田塾よく思えちゃうよ、それはね、スタンダードいうところの結晶作用もあるということなんです、ね、よく見えちゃうから、よく見えすぎてるんだよというのをこうちゃんと自分で思って冷静に分析してほしいですね。 それを調整するために竹村さんの面談は鬼のような塩対応なわけですね。そこで手厚くしちゃったらもうねって話なんで、まあ、実にね的確ですよ。合ってるよ、さすが藤原先生。他に敷居低いゼロゼロフラーに気をつけろってね、これは大変本質的ですよね、加盟金が低いとか、初期投資が低いとか、ゼロのオンパレードですよね、まあそういうのはそりゃ裏があるに決まってますからね。あります。全部好きだから全部読み上げたくなっちゃうんだけど、じゃやっぱね、先生のブログも読んでほしいから全部読み上げないです、けどごめん、次も面白いんで読ませていただきます。週1で年収1000ありえません。ありえないに決まってるじゃないですか。中1なんかなんだっけ、お墓磨く人1000万だっけ、2000万だっけ、あるよね、アントレの広告で。いやだから中にはそれもね、いるのかもしれないけど、それを広告に使ってみんなそれになっていくわけないじゃないですか、そうだったら日本中はあの格好した人が墓磨いてることになっちゃうよ、そうだね、だけどあるわけがないっていう。まあけどね、僕たちもね、そんなね、週1回1時間ミーティングすれば竹田塾3校経営できるってこの前言っちゃったからね。あれも良くないよな、やっぱあれも伊関さんがスーパーだからだよとか。そうね、だからそういう意味でやっぱり常に藤原先生のこういう発信はこう立ち返るべきはだと思いますよね。そうだよね、だからさ、伊関さんだってね、参考書うまくいってるしさ、田無子だってすごいんだからさ、まあ仮にですよ、伊関先生のじゃあ年収が4000万ぐらいしましょうか、僕たちもね、下手すりゃそのあれ週1、1時間のミーティングで4000万かのみたいなさ、そうね、なっちゃうわけじゃん。そういうところだけ本当に切り取って理解するんだよね。でまあバカじゃないから皆さん4000万になるとは思わないけど、まあでもじゃあ
8掛けどころか、うん、まあ低めに考えて、うん、半掛けで2000万ぐらいになるだろうって、そんな根拠全くないわけじゃないですか、まあ、その辺がやっぱりこう感覚として持ってほしいですよね。はい、というわけで本当ね、全部読まないようにしようと思ってるんだけど、また次もいいからこれはね読んじゃっていいですか。ほんとすいません藤原先生ね、ちゃんと皆さん藤原先生のブログ行ってくださいね、あのもっと面白いこと書いてありますからね。今ごめんなさい、また読ませていただきます。恋談で副業の夢ボロボロに。恋談とはコインランドリーの略でございます。きっと世の中にはいますよね、うん、サラリーマンでちゃんと将来をね、安泰にしたいからっていうことでコインランドリーを始めたのに、逆に返済で苦しくなってる人とかいますよね、うん、コインランドリーを持つことによってやっぱ老後の資金とかをしっかり収入を得ようと思って、逆に今の資金が苦しくなってるっていう人は実際いらっしゃるでしょうね。たくさんいますよね。フランチャイズの闇の部分からスポットを当てたこの川柳のセンス、うん、まあね、サラリーマン川柳っていうのも基本的に、うん、まあサラリーマンの悲哀というか、うん、まあダメなところをね、うん、こう読むのが面白いわけで、だからこのフランチャイズ川柳もこのトーンがいいわけですね、うん、我々が作ってですねフランチャイズのいいところを言ってったって面白くないのよ。本当僕もね一生懸命考えたんだけど、うん、フランチャイズ川柳とか考えたら、うん、僕が考えると例えばね1円もかけずに全国400校とかになっちゃうのよ。全然面白くないもん、ね、全然そんな古代広告じゃんそんな、うん、本当なんだよ。僕1円もお金出してないで皆さんの力によってもう全国制覇400校できちゃったわけよ。フランチャイズ超最高って思っちゃってるわけよね。だけどこの川柳面白くないよね。これはやっぱり藤原先生のポジションから読んでもらっているっていうのがね、うんうん、一番いいと思うんですよ ね、 だからね、それで言うとフランチャイズの動画としても藤原先生の考えてることってのは本当に再生数が伸びそうですよね、うん、一度本当にこう月1回のコーナーでもいいから出ていただきたいですね、うん、だからフランチャイズの闇の部分について語るみたいな、覆面でも構いません、あのお車代もお渡しします、もうブログでもあのご自身の研究会の宣伝をされていただいても何でも構いません。月に1回遊びに来ていただいてまとめ撮りをして、なんかね週に1回あの藤原先生のフランチャイズについての闇の部分についての更新みたいなね、うん、なんでしょうね、コンビニ訴訟とか、うん、学習塾のフランチャイズで揉めた事例とか、そういうのをなんかやっていきたいですよね。そうですね、いや本当にもう長くこうフランチャイズをね、うん、ご自身の企業からもう見られてる方だからやっぱり深いですよみんなね、うんうん、まあフラ裁判勝っても負けても2、3割みたいなねこれも深いよね。これもねやっぱ本部やってたりいろんなお話聞いてるとこれはめちゃくちゃ分かりますよね、うん、なんと本質をついた川柳なのか、これすごいよね。一応あの我々があのちょっと取り上げたからまた新作を作っていただいたんで、それだけでも一応満足ですけど、ぜひぜひ懐深いですから作っていただいてと思いますね。ぜひあの闇の部分を紹介することによってやっぱね伸びると思うんだよねこれをね。危ない部分も藤原先生の力をお借りしてあの全国に発信したいんで、もしよかったらご検討ください。はい。